指機能とは、ミトコンドリア内膜や幻覚生物の細胞膜に存在する電子伝達体の一つであり、電子伝達系において呼吸差複合体アイト3の電子の仲介を果たしている。ベンゾ機能の誘導体であり、比較的長いイソプレン速さを持つので、その素水性がゆえに膜中に放置されることとなる。酸化還元電位はプラス0 1 0ト。 武士神ミトコンドリア電子伝達系の構成成分として1957年に発見された。講義には電子伝達体としての意味合いを持つが、競技には酸化型の指機能のことを指す。還元型の指機能は指機能ールと呼称していることが多い。別名、歩行素9、コエンザイム 90,CO90, 90指デカレノンなど。 かつてビタミン Q と呼ばれたこともあるが、動物体内で合成することができるためビタミンではない。指機能は炭素と水素と酸素のみからなる有機化合物である。指機能の酸化と還元に関わるベンゾ機能、誘導体部位はパラ型に酸素原子が結合しており、C2 にはメチル素、C5、C6 にはメトキシ素が結合している。C3 には イソプレン即差が結合しており、生体膜中に放置されるべく長い炭素差を形成している。構造は以下の図の通りである。イソプレン即差の数は、高等動物では10、下等動物では6から9であり、イソプレン即差が長くなればなるほど、気大大色を低するようになる。なお N イコール10の指機能は、UQ10 とイソプレン即差の数字を筆記する。 指機能は2電子還元を受け、1電子還元を受けて、中間型も形成する。中間型はプロトン機能サイクル機構でその意義があるとされている。指機能の酸化還元様式は以下の図を参照。酸化型の指機能は275ナノメートルの波長の電磁波を吸収する。したがって、指機能に電子伝達を行う、酵素群の活性測定はこの波長に類する。 吸収体を使用する。指機能は、ミトコンドリア内膜や幻覚生物の細胞膜から、単離され、膜内の電子伝達に関与することが古くから、知られている。特に電子伝達系、呼吸差複合体 I から呼吸差複合体 III への電子伝達に寄与している。指機能は、タンパク質内部に配位され、タンパク質内部における電子伝達にも機能している。 最も有名な例としては、光植光合成細菌の光、合成反応中心タンパク質における電子、移動経路の一端として2つの指機能 QA と QB 間のプロトン移動とカップリングした電子移動反応 QAQB が挙げられる。この反応は、植物の酸素発生を行うタンパク質、光化学系2のプラスト機能 QAQB との反応と、 実質的に同じであるため、近年の光化学系2の X 線、構造解析結果によりその立体構造が次第に明らかにされつつあることと、相まって、植物をはじめとする光合成系の酸素、発生機構を解明する上で重要な反応である。他の興味深い例として、呼吸さ複合体3内のプロトン機能サイクル機構に関与していることが挙げられる。 機能サイクル機構には一電子還元を受けた中間型が重要な役割を果たしており、可動性リスケ鉄用タンパク質と共同的な興味、部解システムが提案されている。呼吸差複合体3においては、複合体 i や複合体4とは異なる機構で、プロトンが幕外に輸送される。複合体 i4 においては、プロトンポンプ機構という、輸送を受けるプロトンが幕内から幕外に、 輸送されるのみである。しかしながら、複合体 3E においては、プロトン機能サイクル機構という独自の輸送機構を用いている。プロトン機能サイクル機構とは、膜内部において、プロトンが消費され、その還元力を使用して、膜外側でのプロトンの放出が見られる現象である。実際輸送を受けるプロトンは、膜内から放出されるわけではなく、 見かけ上そのように見えるだけなのでプロトンポンプ機構とは異なる機構であることが理解できる。その素反応の詳細は以下の反応ステップからなる。複合体3のシトクロム B に存在する、膜外側に存在する、指機ノール酸化部位にて指機ノールが酸化される。指機ノールから2電子が抜き取られ、同時に膜外側へプロトンが2分子放出される。 その二電子は異なる方向にそれぞれ伝達される。その内訳は以下の通りである。一個目の電子は可動性リスケ鉄用タンパク質を経て、シトクロム C1、シトクロム C の順番に電子伝達される。二個目の電子はシトクロム B に存在する二つのヘムを経て、膜内側に存在する指機能還元部位に電子伝達される。QNV に電子が2電子伝達されることにより、 指機能輪に電子還元を受けて、指機能を折るとなり、再びプロトン機能サイクル機構に組み込まれる。以上がプロトン機能サイクル機構の反応であるが、この中でも特に優れた機構なのが可動性レスケ鉄用タンパク質の関与する電子伝達の方向性を変化させる過程である。それらの過程については、構造生物学的研究より以下のモデルが提唱されている。 可動性リスケ鉄用タンパク質は C1 側、中間型、B 側の3つのコンフォーメーションを持っており、酸化還元を受けない状態では中間型を呈する。指引のオールが QNV に結合し、酸化を受けてプロトンを放出する。その時の余剰の電子がリスケ鉄用タンパク質に B 側の状態を取らせ、1電子を鉄用クラスターに受け取らせる。 可動性リスケ鉄用タンパク質は酸化還元電位の高いシトクロム C1 側の状態を取りヘム c 1に電子伝達が行われ、シトクロム C にそのまま電子伝達される。1電子酸化を受けたセミ機能型の機能はヘム b l によって酸化を受け、プロトンを一つ膜外へ放出する。そしてヘム b l に電子伝達が行われ、ヘム b h を経て QNV にて、 指機能還元反応を起こす。リスケ鉄用タンパク質は酸化還元反応を終了し中間型に戻る。以上がプロトン機能サイクル機構の資格を担うスイッチング反応である。極めて複雑な反応であるが、収支式が理解への一助となる。指機能を呼吸作現子伝達体として利用する。生物は自身で指機能を合成することができる。指機能の合成は、 4ヒドロキシアンソクコとイソプレンソクサをそれぞれ合成した後に、この2つを4、ヒドロキシアンソクコポリプレニルトランスフェラーゼで結合し、さらにベンゼン管を収縮するという段階を踏む。それぞれの段階で、生物種によって合成経路に差がある。4ヒドロキシアンソクコは、四季ミ酸経路によって合成されるコリスミ酸から、新生細菌では直接、 深核生物ではチロシンを経由し合成される。なお例外的に質が酵母では、養酸の合成栓具体である4アミの安息鉱酸を4ヒドロキシ安息鉱酸の代わりに利用できることが示されている。イソプレンクサはメバロン酸経路、または非メバロン酸経路によって合成される、イソペンテニルにリン酸を繰り返し重合して用意する。 イソプレンクサが結合した後は、脱炭酸1回と、水酸化とメチル基転移を3回ずつ行うことで、指機能が合成される。新生細菌と、深核生物では就職の順番が一部、異なっていると考えられており、新生細菌では、最初に脱炭酸された後に5位のメトキシカが起きるのに、対し、深核生物では先に5位のメトキシカが起きてから、脱炭酸される。 指機能は日本でかつて医療用医薬品として軽度及び中等度のうっ血性心不全症状などに期待されて1日 30mg の投与量で用いられていた。人での効果を明確に実証した研究はなかった。小規模な無作為化試験では運動体用脳や差しつく質率に関してプラセボという意さを示せず、心臓に関しては薬剤としての効能はほぼ否定され、 心不全治療ガイドライン2 0 0 5で、米国心臓学会、米国心臓協会は、指機能の治療目的での摂取について、心不全の治療法に対しては、さらに多くの科学的根拠が蓄積されるまで、推奨できないと位置づけている。一般臨床の場では処方されなくなり、一般消費者をターゲットとして、日本の複数の製薬メーカーが、一般用医薬品、 医薬部外品として発売するようになった。その薬剤としての実証性のなさから、米国 FDA は、薬剤として認めておらずあくまで食品との位置づけであり、したがって、規制の対象外であり、医師の処方箋なしに消費者が直接店頭などで購入できるようになった。日本でも2001年に、医薬品の範囲に関する基準が改正され、 さらに2004年化粧品基準が改正されて、健康食品や化粧品への利用に道が開かれた。体外で合成されるものを摂取すること、消化器で分解されることを考慮すると、その効能は未知数ではある。ただ、加齢と共に減少することは確認されており、最近のサプリメントでは消化されないよう加工されたものも作られている。摂取量については、 どの程度までなら摂取しても安全なのか、などといった推奨量や上限量は分かっていない。また、多量に摂取した場合に、軽度の胃腸症状が現れるという報告があり、1日に数十ミリグラム以上の過剰摂取は避けた方が望ましい。厚生労働省からは、医薬品として用いられる量を超えないようにとの通知が出されている。 指機能の誘導体であるイデベノンは脳循環、代謝改善剤として使用されていたが、日本では1998年に医薬品の承認を取り消されている。2014年の調査時点で、心不全に対してのランダム化比較試験が7つあったが、データの測定基準が異なるため解析できなかった。2017年では14つであり、心不全の死亡率を下げ運動能力を、 向上させていることが判明した。433名の高齢者に4年間セレント、指機能をサプリメントで補給した試験のその後12年後の調査が2018年に論文となり、その時点でなお偽薬と比較して、心血管疾患の死亡率の低下が認められた。2016年の研究は2試験から血圧に影響なし、2018年の研究は17の、 ランダム化比較試験から収縮期血圧のみ低下させるとし、拡張期血圧も低下したが、統計的に優位だとはされていない。2016年の研究では14のランダム化比較試験から空腹時血糖を低下させたが、減少の度合いは少ないとされた。小児性繊維筋痛症の発症の原因が指機能の欠乏にあると、 東京工科大学応用生物学部の山本淳、広島と横浜市立大学医学部小に加との研究チームにより発見されたと2013年7月16日に報じられた。2009年11月に指機能の抗酸化作用がマウスの老人性難聴の予防に効果があることを東京大学が実験で明らかにした。これは動物実験のレベルであり、 人臨床では証明されていない。それによると、人間にとっては1日2 0ラムに当たる量の指機能を生後4ヶ月から与えられ続けてきたマウスは人間の50歳に相当する生後15ヶ月の時点で同じ月齢のマウスが4 5ベル以上の音しか聞き取れないのに対し1 2ベルの小さい音を聞き取れるようになった。薬剤の作用に悪影響を与える。 相互作用として、ワーファリンの作用を減弱させる可能性がある。2007年現在、コエンザイム90の原料製造を行っているのは、世界でも日本企業5社、カネカ、アサヒカ製ファーマ、三菱ガス化学、京和発酵工業のみであり、世界シェア100%を握っている。中でもカネカは、最大のシェアを持っている。各社とも、発行法によって、製造を行っている。 動物の心臓や赤心肉に比較的多く含まれる傾向がある。ありがとうございます。